立ち名、助座国宝立ち名、助座国宝イカケチ青い門モンラデンマキエウチガタナ。上記の女神作の立ち用に、紀州徳川家で制作された内チガタナ様式のこしらえ。江戸時代、19世紀、東京国立博物館像助ケザは、鎌倉時代中期の美前国出身の投稿。聖没年不詳。富士源氏女神とも呼ばれる。福岡一文字派に属し、 女性の子という、文英三年頃に、相模国鎌倉山内に下校して、鎌倉一文字を起こし、総集単野の基礎を築いた。吉坊、乗りふさと並ぶ華麗な作風。助座ザは、鎌倉時代の備前一文字派を代表する投稿である。一文字派は、吉井川下流の福岡層に居住したことから、福岡一文字とも呼ばれ、明治に個別の投稿名を切る者の,の他に、 単に、一とのみ名するものがあることから、一文字派と呼ばれる。鎌倉時代中期には、吉坊、乗りふさ、助金らの名工を輩出し、いずれも華麗な長寺乱れの波紋を特色とするが、助金は一派の中でも、最も豪壮で破気のある作風を示す。これや安新王の鎌倉幕府七大将軍就任に、合わせて招かれ、以前から鎌倉軍山内里の一つ、 沼浜里へ移り住み、総集単屋の祖となったという、書伝から、鎌倉一文字と称された。総集単屋の実質的な祖とみなされるのは、国光であるが、古伝書には、国光の親、または死にあたる投稿として、慶の族、田口国綱、備前三郎国宗それに、一文字助真の三節がある。漢字印本、名人は、 総州丹野の系譜として2種類の系図を掲げているが、このうち、相模丹野系図は助ケザを、国光の親、または、師とする。極山本命人も、助ケザを、相模の丹野としている。備前型なの作風の特色の一つに、波紋が、匂い主体となることがあるが、助ケザの作風は、徳川家康の指令として名高い、日光助ケザに見られるように、逃げ勝ちのものである。 スケザネの作刀については、備前風の強いものを備前だ、それより派手な作風のものを鎌倉だとする見方もある。なお、刀剣研究者の小笠原忍は、スケザネに見られる長寿乱れの波紋は備前特有のものであり、総集団野との関連は考えにくいとしている。国宝、重要文化財指定物件は以下の通り、文化庁による 文化財所在確認調査により、所在不明とされた物件については、所在不明と下の所在確認の現況について、ありがとうございます。